カメムシはカメムシ目のカメムシア目に属する昆虫の総称、またはそのうちの水生種、グンバイムシトコジラミなどを除いた陸生種の総称である。本項目は主に校者について扱う。標準和名をカメムシとする昆虫は存在しない。悪臭を放つことで知られる。そこから日本ではクサムシやコキムシという属称があり、ヘッピリやクサンボ、 ジャコという地方名も知られる。英名のスティンクバグもその修正に由来する。カメムシの名で呼ばれる昆虫にはいくつものトガがある。カメムシ科にはナガメ、アオクサカメムシなどが含まれている。頭は先端が尖った三角形、前胸は左右に張り、羽に覆われた胴体は後ろすぼみになっているので、全体はおおよそ五角形の底を引き伸ばしたような形になる。 頭部は三角で細長い触角がある。複眼は頭部の基部の左右に突き出ている。前胸は左右に張り出し、肩のように角を持つものが多い。そこから後方の胴体は羽に覆われる。前肢は基部側の半ばまでは硬く厚くなり、先だけが膜状になる。この膜状の部分だけを左右を重ねるように、胴体の背面に折り重ねて畳む。 左右の羽の基部の間は背中が三角に見えており、この部分は厚くなって小だて板と呼ばれる。甲子は前肢の下に折り込まれる。甲器はストローのような形で頭の下側に折り込まれている。足は三体、付脚型のものが多い。ヘリカメ類には後ろ足が太くて差しがあるなどの発達がオスに見られる場合がある。カメムシの卵は円筒型で、 上端が丸い蓋になり、片端に蝶つ害が,があるものが多い。孵化の時は、この蓋を押し開けるようにして、幼虫が出てくる。幼虫は、成虫とほぼ同じ形だが、模様が異なる。さなぎを経過せずに羽化する、不完全変態である。カメイムシは、胸部第三節である公共の、覆面にある終線から悪臭を伴う分泌液を飛散させる。この液には、アルデヒド、 エステル、酢酸、炭化水素が含まれ、匂いの主成分はヘキサナールやトランスマイナスにヘキセナールである。敵の攻撃など外部からの刺激を受けると分泌され、捕食者に対しての防御であると考えられている。群れでいるカメムシの場合、一匹が匂いを発すると、たちまちのうちに周辺一帯のカメムシが逃げ出す現象が見られる。 高濃度のカメムシの匂いは仲間に対しては警報の役割を果たしている。一方で群れを作るカメムシの場合は低濃度の匂いを集合ヘロモンとして利用することが知られている。カメムシの分泌液は彼ら自身にとっても科学的に有害である。このためカメムシの体表は飛散させた液が自分の体に染み込まないように厚いセメント層で保護されている。 また、瓶の中にカメムシを入れ、つついて、匂いを出させた後で蓋を閉めておくと失神。蓋を開ければ元気になるが放置すると死んでしまうことがある。カメムシの分泌液は求愛にも利用される。カメムシ学者の中には、匂いでカメムシの種類を嗅ぎ分けるものもいる。多くもヘリカメムシは、青リンゴのような匂いを放つ。カメムシ類は、食食性のものが多く、葉や、茎。 果実などに口を差し込み、植物の細胞の中にある原形質などの液を吸収する。草や木の上に暮らすものが多いが、地中で根につくものや、地表に生息し、落下した種子などから吸収するものもある。口木に生息するものでは、菌類を餌にするものもあるとみられるが、詳しいことはよくわかっていない。他の昆虫などを餌にする肉食性のものもある。刺し亀は、 様々な昆虫を餌にし、一部には大型動物から吸血するものがある。口太カメムシ類は種としてイモムシなどのガ類の幼虫を標的にする。口太カメムシ類は肉食と同時に植物からも吸収するが、同様に肉食と草食の雑食の性質を示すものは多い。草食を、主に肉食を交えるものとしてスコットカメムシ、ウシカメムシが知られている。 また、霞ムシ科には、純肉食や、肉食主体で草食を交えるものから、草食主体で肉食を交えるものまで様々なバリエーションがある。多くのカメムシは、餌の近傍に卵を産み、そのまま放置するが、ツノカメ類など、一部に、メスが産卵後も卵を守る行動をするものが、知られている。また、一つの卵界から孵化した幼虫が、 ある程度成長するまで集団で生活するものも見られる。他に、ヘリカメムシ類では、多数のメスの集団を一頭のオスが守る、ハーレムを作るものが知られている。そのような種では、オスの後ろ足が太く発達し、他のオスが近づくと、その足だけるようにして撃退しようとする。クサギカメムシなどでは、集団で越冬するものが知られている。食食性の種には、 栽培植物に付くものがあり、農業上の重要な害虫が多い。稲の害虫として知られているのは、青草亀、黒カメムシ、南青カメムシ、小羽氷炭長カメなどがあり、早く木から汁を吸うほか、若いもみから汁を吸われると、米粒が茶色になる。このため、カメムシの生息地では、水田で殺虫剤の使用が行われるほか、生息域を狭めるために雑草を 刈払機や除草剤によるアゼの草刈りが行われる。みかんなどの果樹には、草木カメ、チャバネアオカメやツヤオカメ、野菜には、長ガメや細ヘリカメ、ホウズキヘリカメなどがつく。日本の植物防疫法では、カジカメムシ類、サトウキビのカンシャコバネ長カメムシ、大豆のキ味性カメムシ類、反転前カメムシ類が、農林水産省によって指定有害動物に指定されている。 肉食の種には害虫を食うものもあり、液虫とされるものもある。花カメムシ類は、せいぜい2ミリメートル程度の小型のカメムシで、アブラムシやアザミウマなどを捕食するので、害虫防除に天敵として利用されている。刺ガメ類は肉食なので、液虫として扱われることもあるが、人間が不用意に触ると刺すことがあり、刺されると大変な痛みを伴う。時に痛みは、 8以上になるとも言われている。多くは、野外の草の間や地面に生息しているが、一部は、室内に侵入する場合があり、その機械に刺される場合がある。吸血性の種は、衛生害虫であり、シャーガス病などの病気を媒介することもある。カメムシは悪臭を放つことから、一般には不快害虫とされている。夜間に明かりに向かって飛んでくる習性を持つため、 人家の明かりに反応し家屋に侵入することがある。また、人家集団越冬を迎える種もおり、悪臭被害の原因となる。1990年頃から、南日本で青メ類を中心とする大発生が、数度にわたってあり、農業被害とともに、人家に大量に飛び込む事例が報告された。悪臭を放つだけでなく、草メムシのように、分泌物が皮膚炎を引き起こす種もいる。 なお、青森県の下北半島では、秋に、カメムシが大量発生すると、冬は大雪になると言い伝えられている。匂いを発する馴染み深い虫なので、各地で色々な方言で呼ばれてきた。例として、などがある。特に九州で今日用いられている、冬あるいは、風虫は、カメムシを刺す個々の一つの系譜を引いているとも言われており、宝月の語源ともされている。 甲虫目のような整った形を持つカメムシ類は一部の昆虫採集家から愛好されている。東南アジア産の人面カメムシはペンダントなどに加工され土産物として売られている。南アフリカ共和国やジンバブエ、ラオス、メキシコなどではある種のカメムシが食用にされている。アフリカではまず熱湯をかけたり内臓を除去したりして匂いをなくしておき、 よく茹でてから天日で干物にする。ラオスでは採集したカメムシをそのまま、あるいは加熱して調理に使う。脂っこい味と特有の匂いがある。種によっては食後に口中に清涼感が広がる。ニュージーランドでは日本などから外来種のカメムシが流入していることが確認されており、農業への影響が懸念されている。年月、ニュージーランドに港しようとした。 日本初の老老船から大量の草木ムシが発見されたため、当局から三隻が入港拒否される事例が発生した。ジュエルバクズクリスコーリスストリーオーキンカ金ムシユコリシス、グランディスエサキモンキツノカメムシサストラガラエサキー、草木ムシハリオモウァリス、チャバネアオカメムシプラーシャストリー、アオクサカメムシネザラアンテンナタミナミアオカメムシの 幼虫ネザラベラダラツノアオカメムシペンタトマジャポニカ代表的なトガと若干の種について記す小項目辞典朝日新聞掲載キーワード百科辞典マイペディア日本大百科全書ブリタニカ国際大百科辞典カメムシとはコトバンク2019年8月30日閲覧 ABCD アストミカズオ変な虫はすごい虫 講談社ブルーバックス。P122ISBN4 から06から257073から4昆虫小さな科学者たち。フジテレビトリビア普及委員会。トリビアの泉平の本級講談社。2004年。ABC 講談社。もっと。科学の宝箱もっと。人に話したくなる25のすごい豆知識。草刈りは、やりすぎに注意草刈りだが、 問題雑草の発生に及ぼす影響。静岡県農林技術研究所。2019年6月27日閲覧。農林水産省、指定有害動植物。AB 夏秋、U、ドクター夏秋の臨床図館中と皮膚炎学研プラス。2013年、15ページ。野中健一、虫ハム、人々の暮らし。NHK ブックス、日本放送出版協会。 2007 ISBN 978から41億4091917船内からカメムシ日本の輸送船を入港拒否 CNN 2018年2月25日閲覧ありがとうございます